はい、じゃあ、皆さんも一般人からの変人さん可能性楽しく紹介しようと思っております。はい、このテーマですけども、ここが動かないと全身固まりますについてですね、紹介しようと思っております。まあ、体をね、緩めていくためにはですね、いろんなストレッチしたり、いろんな食事トレーニングね、やったりとか、緩めるケアとかね、いろいろやってると思うんですけども、ある場所が固まってしまうとですね、そういった効果がかなり出にくくなってしまう、すごくね、気になるポイントがあります。だからそこはどこかと言いますと、ここです。関椎後頭関節、いわゆる頭蓋骨と頸椎の一番の間の関節になります。で、ここね、一回チェックしてほしいんですけども、乳幼突起っていうね、この骨ですね、この頭蓋骨の下の方の骨があるんですけど、この骨を触って、それの指一本の下ですね、ここにあります。で、この関節っていうのは、こう屈伸と側屈方向に動きます。一回でチェックしてみてください。で、ここのね、このラインで、このライン上でこう屈伸できたり、横に動けばいいんですけども、動かそうとすると、動かない人ってね、ここじゃなくて、ちょっと下で動いたりします。この辺で動いたり、この辺で動いたり、もうちょっと下で動いたり、この辺で動いてしまったりとかする人が多いんですけど、この一番上でちゃんと動くかどうかをチェックしてみてください。で、ここが固まってしまうとですね、実はですね、全身に緊張が出てしまって、うまく動かなくなります。で、こう動くか動かないかね、わからないっていう人は、あとは姿勢ですよね。よくあるのは、ここが固まってる人ってどうなってるかというと、顎が、こう、浮く方向にずれます。こうなるんで、首が前に出る人ですね。パッて見た時に姿勢的に頭が前に出る人、ストレートネックみたいになってる人は、この関椎後頭関節が、まあ、ほとんどね、動かない可能性が大です。あとは、体幹が弱い人ですね。実はこの関節後頭関節って、かなりね、この脳疲労とかにもかなり影響する場所になってまして、このあたりすごく疲れやすくなると、それだけで実は内臓が下に下がってきて、体幹が弱くなるみたいなことも起こったりするので、体幹トレーニングしてるけど、なんか体幹弱いよな、みたいな。なんかムキムキに割れてるんだけど、体幹なんかうまく使えないな、とかですね。そういった方も結構この関節後頭関節の動きが制限されている可能性があります。というふうにですね、まあ、とにかくこの関節後頭関節、頸椎の0番、1番の場所ですね、ここが固まって動かなくなるってことのデメリットがめちゃくちゃありますので、今回ですね、この動きを作っていくための練習をですね、紹介していこうと思います。はい、先生、実際にやっていこうと思います。で、頸椎のね、ここの0番、1番、関椎後頭関節の、ケアの方法なんですけども、一番ね、シンプルにやりやすいのは、ヨガでよくある、ウサギのポーズっていうのがいいかなと思っています。やり方なんですけども、頭を、まず、地面につけます。つけたら、手を後ろで組みます。組んだら、この手を、ずーっと天井の方に、ぐーっと上げていきます。で、上に上げていくイメージをすればするほどに、頭に体重をまっすぐこう乗せやすいと思います。手がね、こういう感じだと頭がね、こうなったりとかするので、手をしっかり上げていくことで、頭のね、てっぺんに体重をぐーっと乗せやすくなっていきます。で、この状態でね、息を止めないようにして、この姿勢を、ポーズを保ってください。で、数秒したらね、スーッと戻して、手をついて、ゆっくりね、起き上がってください。いきましたでしょうか。いけたらですね、再度ですね、このさっきの部分ですね、乳幼突起、この頭蓋骨のポコって、ね、骨のある部分のすぐ指一本の下を触って、ここの動きが、上げ下げですね、顎を引く動き、屈伸の動き、あと横の動きですね、ができてるかを確認してみてください。あとはね、体のね、柔らかさとか、まあ、腹圧も上がってきたりするので、体の動きやすさとかもチェックしてもらうと、内臓が、ね、上がったりとか、体が柔らかくなる感覚とかが出てくるかなと思います。いけましたでしょうか。で、いけたらですね、まあ、もうちょっとしっかり調整したい方とかですね、まあ、ちょっとね、三点倒立みたいに近いような動きをしてもらうのも一つ手です。まあ、完璧に三点倒立までいかなくても全然いいんですけども、ちょっとやってみます。手をついてもらって、肘のところに膝を乗せます。その状態で頭をのっつきます。ついたら足を離してもらって、膝を曲げます。ここから、この状態でも全然大丈夫なんですけども、いけそうだったら、膝をね、足から、膝、肘から離してもらって、浮かしてください。そうすると、頭にね、まっすぐ体重が飛ぶ感覚になるかなと思います。だから、息止めないように気をつけてください。で、終わったら、体を戻してもらって、スッと戻ります。で、最後ね、首のチェックしてもらって、動きが改善していれば、OK ですね。そのね、体の緩みのですね、背骨が柔らかくなったりとか、肩甲骨が柔らかくなったりとか、股関節周りが動きやすくなったりと、体がね、ロックが外れる感覚が結構出るかなと思います。
で、まあ、体のバネとかに関しては、ちょっと一時的にちょっと下がってしまう。全身がね、こうバッて緩んでしまうので、ちょっとね、エネルギー的な枯渇が起こってしまうパターンもありまして、まあ、ちょっと下がってしまうパターンの人もいるかなと思います。まあ、すぐ良くなる人もいるんですけども、ちょっといるかもしれないですけど、まあ、時間が経てば、また戻ってきますので、まあ、この関節コード関節ですね、ここのケアをして、体がね、しっかりと解放される感覚をチェックしてみてください。はい。じゃあね、最後に、じゃあ、ここ、関節コード関節、なんでこんなに固まりやすいのかっていうとですね、最近はね、とにかく目があると思います。この目の、動きと、実は後頭部、後頭下筋群が反射で結構つながってまして、何かをね、注視して見ようとすると、動くとね、見にくいので、首をカチッとこうロックするようにして、目を見るっていう、目で見るっていうようなね、反射があるんですけども、どうしても今、スマホとか、パソコンとか、そういうのが増えると、どうしてもね、目を固定して、一生懸命動かそうと思った時に、この関節後頭関節部分が、どん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 こう固まっていってしまうんですね。どうしてもデスクワーク、スマホ。これによって、かなり首固まりやすくなってますので、まあ、ほぼ現代の人はね、もうほぼほぼもうここのトラブルを抱えてる人ばっかりだと思うので、まあ、1日1回でもいいので、こういったね、練習やってみてください。もちろん3ヶ月しんどい人は、最初ね、このうさぎのポーズだけでも全然大丈夫なんで、うさぎのポーズだけでも、1日5秒ぐらいでもいいので、始めていただければなと思っております。はい、どうもね、今回はここまでさせていこうと思っております。というのも、先生ですね、X や Instagram もやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、まあ、こういったね、首の調整を、もっとね、より精密にする方法とか、これのロジックですね、もうちょっとこういうラインでやった方がいいですよと、こういう時はね、こういう風にやった方がいいですよとか、これによる、こうどういう風に活かしていけばパフォーマンス上がるのかっていうこともね、詳しくやってますので、もっと興味のある方はですね、概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。まだ、井上さん自身に直接来ていただくとですね、こういったね、体についてマニアックな話、いろいろしながら、体の開発をね、紹介していきますので、興味のある方は一度ご予約いただければと思っております。はい、では今回は以上です。マサルのご視聴いただきありがとうございました。